船木和義は、海 IT 所属のスキージャンプ選手。北海道よい郡ぐみい町を生まれ、北小高等学校卒業。日本代表として、冬季オリンピック2大会、世界選手権5大会に出場。長野オリンピックで、団体ラージヒル及び個人ラージヒルの2種目で、金メダル、個人ノーマルヒルで、銀メダルを獲得している。このか、世界選手権で、 金メダル1個、銀メダル3個を獲得。1997から98シーズンにスキージャンプ週間で日本人初の総合優勝。スキージャンプワールドカップの総合成績で2位などの成績を残している。1999年にスキー界で権威のあるホルメンコーレンメダルを受賞。10歳の時にスキージャンプ競技を始める。 与一町立朝日中学校在籍時の1991年2月に第28回全国中学校スキー大会のルディックスキースペシャルジャンプで優勝。小樽北小高等学校進学後、1992年12月20日にスキージャンプワールドカップ札幌大会ラージヒルに開催国枠で初出場し27位となる。高校卒業後はデサントに所属。 1994から95シーズンの12月10日、前述の開催国枠での出場を除いて、初めて出場した W 杯プラニツァ大会ノーマルヒルで、バッケンレコードを記録しての初出場初優勝を達成した。年末年始のスキージャンプ週間では、インスブルックでの W 杯2勝目を、はじめ、全4戦でトップ10入りして、総合2位に入った。 その後もほとんどの試合でトップ10入りし、シーズン個人総合でも4位入賞。サンダーベイでの世界選手権にも初出場し、ラージヒルで5位入賞。1995から96シーズンは12月17日、シャモニーでの7位が最高で総合でも33位だったが、翌1996から97シーズンは復調し、 12月7日の W 杯クーサモで2位に入り、シーズン初表彰台を獲得すると、12月14日のハラホフでシーズン初優勝。シーズン総合では4勝を挙げて3位入賞を果たした。トロンハイムでの世界選手権では団体で銀メダルを獲得。ノーマルヒルでも4位入賞の好成績。長野オリンピックシーズンの百九十七の十八シーズンは W 杯。 第2戦、4戦で5位に入った後、年末年始のスキージャンプ週間では、第1戦から3連勝して、日本人初の総合優勝を達成。長野オリンピック直前の1月25日に、オーベルストドルフ開催された、スキーフライング世界選手権では4本のジャンプすべてで、非嘅点満点を獲得し、金メダルを獲得。2月の長野オリンピックでは、金メダル2つ。 銀メダル一つを獲得する活躍を見せた。個人ラージヒルの2本目では、オリンピック史上初めて審判全員が否定、点20点をつけるなど、世界一美しいと称される、ジャンプフォームを誇った。オリンピック後の W 杯順位はやや伸び悩み、プリモジュペテルカに、総合得点で逆転を許したが、3月21日のプラニッツァ大会を含む、シーズン5勝を挙げて、 個人総合成績で当時の日本人選手で歴代最高の2位に入った。総合ポイントはペテルカの1253点に対し船木は1234点だった。総合優勝と19点差は世界歴代でも現スコア方式の1993から94シーズン以降では2014から15シーズンのペテル、プレブツ、 2003から04シーズンのロアルヨケルソイに、次ぐ3番目の金差である。翌1998から99シーズンは、第1戦リレハンウェルで4位、翌日の2戦目で3位に入り、シーズン初表彰台を獲得したのを皮切りに4戦連続で表彰台を獲得。1月10日のエンゲルベルクでシーズン初勝利。1月24日の札幌大会、3月6日の、 ラハティと合わせて、シーズン3勝を挙げ、2位と3位も共に6回ずつで、シーズン15度の表彰台も記録し、個人総合では4位入賞。1試合平均の獲得ポイントは54.79で、自己最高である。ラムソーで開催された、世界選手権の個人ノーマルヒルでも、金メダルを獲得、団体でも、銀メダルとこのシーズンも、世界トップクラスの実力をキープした。 同シーズン終了後の1999年6月、それまで所属していたデサントから独立して有限会社フィットを設立した。しかしその後は、身長によってスキー板の長さの制限がかけられる等の競技ルール変更の影響を受け、ジャンプ技術の変革に乗り遅れた日本ジャンプ陣を象徴するかのように不審に陥った。1999から2000シーズンはザコパネ、 インスブルックでの4位が最高で、トップ10入りは何度もあったものの表彰台獲得は、ならず、総合14位。2000から01はさらに落ち込み、トップ10入りが、パークシティの一度だけで、総合30位となった。2002年ソルトレークシティオリンピックシーズンの2001から02シーズンは、成績は、幾分持ち直すことに成功し、W ハイクオピオ大会とフィラッハ大会で3。 シーズンぶりの表彰台獲得となる3位入賞。W ハイシーズン個人総合では11位。2月のオリンピック開会式でオリンピック旗を掲揚する際の旗手を務めた。競技では期待された2大会連続のメダル獲得はならなかったが、ラージヒルは7位入賞、ノーマルヒルは9位でいずれも日本人選手トップの成績。団体は5位。 翌2002から03シーズンからは再び不振により、成績が落ち込んだ。2004から05シーズンの W 杯札幌大会で、6シーズンぶりの優勝を飾ったが、2005、06シーズン以降は W 杯転戦組から外され、2006年、トリノオリンピック出場はならなかった。しかし、ジャンプ競技への強い意欲を持ち続けて、地道に努力した結果、 2009年コンチネンタルカップで2位、4シーズンぶりに出場した W 杯札幌大会で19位となった。同年7月12日に行われた国内サマージャンプ開幕戦の第29回全日本サマージャンプ朝日大会で優勝。続く7月18日に行われた札幌市長梅宮の森サマージャンプ大会でも優勝し復活を遂げた。 勢いに乗った8月29日の 2009FIS サマーグランプリ白馬大会では4位入賞を成し遂げた。2009から10シーズンのワールドカップ遠征メンバーからは外れたものの自費により格下のコンチネンタルカップを転戦しポイントを獲得した上で W 杯に復帰、さらに2010年バンクーバーオリンピック出場を目指していたが果たせなかった。 2008年2月に食品卸売会社エニシを設立し各地の物産店で餃子、コロッケドーナツ、余一町産のリンゴを使用したアップルパイなどを販売しその収益を少年少女ジャンパーの育成に充てている2010年10月に観光庁よりスポーツ観光マイスターに任命された12月18日のナヨロピアシリジャンプ大会で優勝 2005年2月ワールドカップ札幌大会以来6シーズンぶりに優勝した。2011年のアルマトイ冬季アジア大会では選手男子賞を務め2種目でメダルを獲得。2013年北海道ハイテクノロジー専門学校から独立した北海道メディカルスポーツ専門学校の副校長に就任した。2015年に生徒ゆかが同校に入学し、 スキージャンプの指導も行っている。2017年、大倉山ジャンプ競技場で開かれた、世界で最も過酷な400メートル走と言われる、レッドブル400の MC を務める、低く鋭い踏切の後、世界一と称される、美しく、深い前傾姿勢から後半にぐんぐん飛距離を伸ばす、スタイルで世界を席巻した。原田正彦の高く強い踏切とは、 正反対のスタイルである。しかしジャンプスーツの規定変更などの影響もあり、現在の FIS ルールには必ずしも適合したものではない。このため、踏切の方向や強さ、空中姿勢の変更に取り組んでいる。2008年に食品卸売事業を開始し、独自に更新の育成を始めたきっかけは、長野オリンピックで金メダルを獲得しながら、 何もしていないという恥ずかしさだったと語っている。札幌オリンピックのジャンプメダリストのもとに五輪後にどのような活動をしたかを一人で聞きに行くなどして事業を始めジャンパーの後輩への就職先の提供、青少年ジャンパーへの用具の贈呈なども言っている。採事場での出店では年中数回自ら店頭に立ち販売を行っている。 2009年12月11日放送、ドサンコワイドの密着取材では、一人でフェリーなどの交通手段で移動し、スキージャンプ大会の規模問わず感覚を鈍らせないために参加していること、スキージャンプにおける更新の育成への意欲や2008年に友人とコロッケなどを販売する食品卸売事業を開業したこと、困難な状況であっても応援してくれている。 人々の期待に応えたいと語った。同じくスキージャンプ選手の藤田慎之助はじおい、優勝大会。ありがとうございます。